主催者様の主催者の挨拶を行いたいと思います。ヤマハ株式会社研究開発センター Y2 プロジェクト田村元一リーダーどうぞ。ということで、Y2、ちょっといくつか説明をさせていただきます。皆さんの中には Y2 って何やと、まあ、もともとそこから説明しなければわからないと思います。 Y2 っていうのはヤマハ meets you、 ヤマハと皆様が何かをコラボレーションするで、そういう機会を落としたいっていうことで始めました研究開発センターがスタートしたプロジェクトです。ですので自社で何かをやるというより皆さんと一緒に作り上げるっていうことを目的としています。で、2つ目のこっち側ですが消えちゃいましたね。ボーカロイドカフェ、ボーカロイド先ほど説明していただきましたけども、音声が、まあ、持っていると歌声の合成技術なんです。競技には技術なんですけども、今ですね秋葉原行くとボーカロイドイコール発明肉だとか、ボーカロイドイコール、音楽ジャンルだとか、いろんな文化そのものになりつつあります。まあ、我々としては嬉しいことなんですけども、そういうボーカロイドっていうものをもっと、盛り上げたいと思いまして、我々 D-PLUX さんと一緒にですボーカロイドストアというものをやっております。で、ボーカロイドストアっていうのはボーカロイドに関係するいろんなグッズを売っております。もちろん多少音声ソフトもありますけれども、そういう人たちが今度伴奏を作りたくなったら、当然シーケンサーみたいなのも必要ですし、じゃあこれに触発されて絵を描きたいなっていう人は絵師さんっていうのが生まれたりですね、動画をつけてみたいっていう人がいたり、ぜひキャラクターを自分もなりきりたいっていうのがコスプレが始まったりですね、まあ、様々に文化がどんどん広がっております。で、こういうものの文化の総体がボーカロイドだというふうに我々は勝手に解釈しまして、そういうものをサポートするボーカロイドストアというのを作りました。で、今日のボーカロイドこのカフェなんですけども、そういうものを肌で感じていただくということで、ただ単に歌声の合成の技術の、カフェではございません。いろんな文化を感じていただくためのカフェをご用意しました。で、もともと Y2 というもの自体がヤマハと皆様のコラボレーションなんですけど、さらに Y2× ボーカロイドカフェ、もっと言うとボーカロイドの文化のコラボレーションによってですね、もう少し次のフェーズにこの文化を発展させていきたい、そういうふうな気持ちを込めて今回の Y2× ボーカロイドカフェというイベントを企画させていただきました。じゃあなんで六本木なんだろう。まあ、当然同人文化、オタク文化っていうのは原宿じゃないですよね、秋葉原が発祥です。で、秋葉原でこういうイベントやるのは当たり前なんですよね。で、そこを飛び出して秋葉原でやるとその文化の枠組みに、まあ、とらわれてしまいますので、こういうところでやることによってより新しい文化を起こしていきたいという気持ちが込められております。で、最後にですね、我々ヤマハ×Bプラスではなくて Y2 プロジェクト×ボーカロイドカフェ、これも企業職をできるだけ抑えて、この物じゃなくて企業じゃなくてことっていうものを中心に世の中に、アピールしていきたい、そしてそのに賛同していただきましたたくさんの協力の企業さんの皆様、今回そういう方たちに囲まれましてこのイベントを行うことができました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。じゃあこの後ですね、いろんな技術の紹介、出し物とかありますので2時間ゆっくり楽しんでいていただけますようお願い申し上げます。簡単ですが挨拶です。ありがとうございます。ありがとうございます。